Shall we begin?Hello everyone! Welcome to リノスマン TV! はい、ということで、本日も皆様ご覧になっていただいて本当にありがとうございます。リノスマンでございます。今日なんですけれども、ちょっとですね、ウォーキングをしてたんですよ。ウォーキングをしてたらですね、僕がよく行く、リサイクルショップの、公式の LINE からですね、12時から、お昼の12時から、全品 50% オフという告知が来てですね、ちょっとまあ、ウォーキングのついでにですね、ちょっと行ってみました。何かあるんじゃないかなと思いますね、スニーカーをね、一足買ってきました。なのでね、ちょっと家着く前にどっか座って撮れるとこあったらサクッと紹介しちゃいたいなと思ってるんですけども、座れるとこないかな。あそこいいかな。行ってみましょう。はい、ということで、買ってきたスニーカーをですね、紹介したいなと思います。よっ、じゃあこちらになります。はい、はい、これです。アディダススーパースタートリコロールになります。トリコロールのスーパースター、やっぱりね、定番なんでね、これずっと欲しいなと思ってたんですよ。やっと買うことができました。でトリコロールのスーパースターはですね、10代の頃にですね、履いてたことが1回あるんですけれども、なのでね、僕自身トリコロールのスーパースターは2足目という風になりますね。はい、でちょっと調べてみたんですけれども、これはどうやらですね、2010年の、モデルなんですけれども、どうやらの ABC マート限定でですね、発売されたモデルのようです。はい、これ普通のスーパースターと違ってですね、ベロの部分に木のトレパイロンが入ってるんですよ、ウルトラスターみたいですよね。でもウルトラスターと違ってですね、ベロが薄いんでね、まあ、違いがあるというかね、履きやすいというかね、すごい使い勝手がいいと思います。特徴があると思います。はい、はい、こちらのお値段なんですけれども、なんと900円でした。900円、安いですね。で900円から半額です。半額なんでね、消費税入って486円でゲットすることができました。いや、いい買い物しました。今日もね、ほんとウォーキング出ただけなんでね、思わぬ、いい買い物ができて、ほんとラッキーでした。はい、ということで今日はですね、リサイクルショップで購入してきたばっかりのですね、アディダススーパースタートリコロール、こちらを紹介させていただきました。はい、ということで今日の動画がですね、ちょっとでも面白かったなという方はですね、ぜひ、グッドボタン、高評価ですね、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあ今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。 See you next movie! バイバイ、 Thank you!